皆さんこんにちは、ももです。本日は私のチャンネルで初めての下着のお話をしていきたいと思います。私ね、あんまり動画では話したことないんですけど、実は下着集めが趣味です。下着って誰に見せるわけでもないけど、毎日着けるものだから、やっぱ少しでも可愛いものだったりとか、自分が着てね気分が上がるものを私はよく選ぶことが多いんですけど、今日はそんな下着マニアの私が最近こだわって新入りしたねお気に入りの下着たちをね紹介していきたいと思います。今回はね、下着の選び方だったりとかも、私が今まで下着を買ってみて失敗したお話だったりとか、あとはね、下着にもいろんな種類があるんですけど、タイプ別にね下着の紹介もしていきたいなと思います。乗りたい時におすすめの下着とか、寝る時におすすめの下着、着ると気分が上がるね下着など、いろいろご紹介していきたいなと思います。じゃあまずはね、下着の選び方からのお話をしていきたいと思います。皆さんはいつもどんな感じで下着を選ぶことが多いですか？私はもう本当、もうこのデザイン可愛い、私もこの下着着たいっていうデザイン重視で選ぶ時もあれば、自分がその時に着る洋服に合わせて、その洋服をねより綺麗に見せるための下着を選ぶこともあります。であとは、今日はゆったりした気分で下着選びたいなって時とか、結構私はシーン別だったり、その時の自分の気分だったりとか体調とかによって下着をね使い分けているんですけど、ぶっちゃけね、私もね下着にこだわり始めたのは社会人になってからなんですよね。高校生大学生の時は本当にあんまり下着に興味がなくて、もう本当に適当に買ってました。もう全然こだわりもなくて、ただなんかつけとけばなんかいいやみたいな感覚でつけてたので、学生の時とか下着屋さんに行ってサイズをしっかり店員さんに測ってもらうってことも恥ずかしかったので、もうそれもできなかったから、なんかサイズも正直よくわからないまま買ってたりとか、本当にめちゃくちゃだったんですよ。下着にもなんかいろんな種類があるっていうことも知らないままやってたりとかしてたので、一番自分の中で失敗してたなっていうのは、自分のブラのサイズをなんか自分の予測で勝手に買って毎回やってたっていうことですね。まずはね、自分の体に合ったねサイズの下着をつけてないと、女の子だったらわかると思うんだけど、ここら辺がすっごい痛くなってくるの。なんかアンダーがゆるゆるだったり、逆にキツキツだと、だからここもフィットしないし、なんかどんどん胸も垂れていったりとか、もうここも苦しくなって、うんって、なんかこうワイヤーのホックをもう熱くて外しちゃったりする時もあったんですよ。でもお風呂入る時に下着を外した時に、なんかもう下着の跡とかがもうブワーってついてたりとかしてて、なんかちょっとダサいじゃないですか。なんか社会人になって自分磨きを頑張ろうって思い始めた時に、バストケアだったりバストメイクもねしっかりやろうと思ってね、それから定期的に自分のサイズを、結構ねブラのサイズも実はこう変動したりすることがあるので、私は毎回下着屋さんに行ってしっかりとサイズを測って、必ず試着をして自分で実際に着た時にフィットするかっていうのをしっかり確かめてから買うようにしてます。もちろん自分でメジャーを買って、ネットで大体こんな感じで測ればいいかなって調べてあげると、大体のサイズはね分かるかなと思うんですけど、やっぱり実際下着屋さんに行って試着してみて合う合わないっていうのはやっぱ人それぞれあるので、実際に試着してね着てみるのがね一番おすすめです。自分のマストに合ったサイズ選びのポイントとしては、まずはつけて痛くないかっていう部分も一番大事ですね。毎日着るものだから。であとこれも大事、はみ肉が出ないかっていう部分ですね。脇肉っていうのは、こういう脇のこの下の部分ですね、ここにあるお肉が出すぎちゃって、サイズが合わないから出すぎちゃってボコッと見えて、こういうタイトな服を着た時にボコボコボコって見えちゃったりすることがあるので、そういう部分も私はいつも見るようにしてます。そして3つ目がね、バストを綺麗に見せてくれるかどうかという部分ですね。下着にもいろんな種類別の下着があると思うんですけど、自分がねその時に着てみて、谷間の出方だったり、このデコルテの胸のふっくらさだったりとかもいろいろとあると思うんですけど、好みがあるじゃないですか。それに自分の好みに合ったこのバストメイクっていうものが実際に下着をつけた時に、なってるかっていうのもしっかり見るようにしてます。であと4番目は、自分が着た時にちょっと気分が上がるものだったり、デザインがね可愛いものもねあったら、もうより最高な下着かなと思います。なんか高校生の時とか大学生の時とかはブラジャーは買ってつけたりはするんだけど、
けど、なんかそこまで細かい知識とか知らずに、ただなんかつけとけばいいやみたいな感じでつけてる部分があったので、今回ねこの動画を見てね、あ、こんないろんな機能のある下着があるんだっていうのをね、実際に知っておいた方が、まあ、次に下着を買う時の、まあ、参考になるんじゃないかなと思います。今回紹介していく下着はですね、ワコールさんのアルファージュというねブランドの下着です。私はね社会人になってから、まあ、ワコール系列のいろんなブランドの下着を買うことが多いんですけど、この下着のブランドのポイントはデザインが大人可愛いです。早速ね一つ目からご紹介していきます。じゃん、一つ目がねパルファージュのハートフルリッチブラです。この下着はですねデコルテふっくら見せてくれて、ふんわりとした丸いねお胸に見せてくれるタイプのブラジャーです。このパッドの部分がわかりますかね、ハート型のクッションがあのすごいねバストにかなりフィットするつけ心地になってます。これ嬉しいのが、そのバストのサイズ別に設計をあの変えているそうなので、ボリュームアップしたりだったり、すっきりとしたシルエットに見せてくれたりするので、どんな胸のサイズの方でもかなりねつけやすいブラジャーなんじゃないかなと思います。私が一番推しの部分、ここの胸の下の部分の刺繍がすっごい繊細で、めっちゃ可愛くないですかこれ。私今実際ねこのブラの違うカラーのものをつけてるんですけど、このブラジャーはねこのデコルテの部分をかなりこうふっくらした感じに見せてくれるので、こういったタイトな服を着るときにすごい胸をね綺麗に見せてくれるんですよ。別に胸を見せるわけではないんだけど、こんな感じ横から見た時もこのデコルテの部分がねふっくらしてるので、こうこんな感じで綺麗に見えるんですよね。こういうタイトな服を着た時ってなんかペシャってなってたりとか、下に重心が来るような下着を選んじゃうとちょっとねあのダサく見えちゃったりとか、バストが下がったりだらしなく見えたりすることがあるんですけど、これね正面から見た時も形もすごく綺麗だし、横から見た時もねすごく綺麗なので、これはねタイトな服を着る時にもおすすめだし、ちょっと胸元が見えるような V ネックのあの服を着る時とかもすごくね綺麗に見せてくれる下着です。私は個人的に一番このオレンジカラーがすごくお気に入りなんですけど、こういった薄い紫のカラーもねめちゃくちゃ可愛いですよね。このね下の刺繍の部分がねもうとにかく色合いがとっても素敵です。あとはピンクですね。デイリー使いをするんだったら私はピンクがおすすめかな。胸元の部分をより華やかに見せてくれるブラジャーです。そしてねこのブラジャーのパンツもめっちゃ可愛いんですよ。可愛くないですか？こんな感じでパンツの部分もねかなり繊細な刺繍が施されてて、パンツの種類もいろいろあると思うんですけど、私は最近まあズボンを履くことが多いので、ズボンを履いた時にパンツのラインが見えちゃったりしてね、ちょっとダサかったりする時があるので、まあ、こんな感じのティーバッグスタイルを選ぶことが多いです。だからそれこそ私学生の時ティーバッグがものすごくハードルの高い下着に思ってて、だから私の中で勝手にティーバッグを履くのはちょっと恥ずかしさとかもあったんですけど、今ではもうパンツのラインとかも気にしなくていいし、今私は筋トレでお尻も鍛えてたりとかするので、ティーバッグとか履いてるとねよりこうお尻の形があの綺麗にあの見えたりすることもあるっていうので、ブラジャーを買う時に下着の方はあのティーバッグを選ぶようにしてます。パンツは、ね、他にもいろんな種類があるので、その人のお好みを選んだらいいかなと思います。なんかさ、私こんな動画で堂々と下着を見せてたことが今までないのでめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、私のチャンネルはね 99% 女の子しかほとんど見てないので、女の子だったら別に下着見せてもいいかなと思って次紹介していきます。じゃーん、こちらのパルファージュのフロント X プラスブラという名前のやつです。これね大胆な谷間を軽いつけ心地でねキープしてくれるタイプの下着です。ちなみにこのブラはねカップのサイズによって、まあ、それぞれのバストニーズに合わせた設計にねなってるんですよ。厚みのあるパッドで谷間のボリュームをアップしてくれて、高さのあるバストもメイクしてくれるそうです。で E から G は脇をしっかりサポートし、シルエットをねよりこうスッキリと見せてくれますね。バストがこぼれにくい安心構造だそうです。せっかくならねこの下着もね実際にねつけて皆さんにお見せしたいと思います。はい、というわけでちょっとね分かりにくいかなとは思うんですけど、このブラ
ージャーはとにかくこの谷間のワインの部分をすっごい綺麗に見せてくれます。これはね、色違いのピンクカラーなんですけど、この部分がこんな感じで深いカットになっているので、結構デコルテの部分がね開く、あの服を着る時とか、もうちょっとあえて今日は大胆な谷間を、まあ、見せる服を着たいという時とかは、あのおすすめの下着ですね。しっかり胸をね、こう横からこう上の部分にキュッとこう上げてくれるような感じの下着なので、谷間もすごく綺麗ですし、この脇の部分とかも結構割とこうグーッとあの入れてこう持ち上げてくれるタイプのものなので、タイトな服を着てもあんまりこう違和感はないんじゃないかなと思います。本当ね、しっかりとこう下着をつけた感じでお見せはしたいんですけど、なんかちょっと動画バンされないか不安なので、ちょっとでもね、ニュアンス伝わればいいんですけどね。これデザインもねすごくシンプルなんだけど、ちょっと透け感のあるレースで、ちょっとだけねエロさもプラスされたようなデザインになってます。可愛いですよね。あとね、これね、パンツもめっちゃ可愛いの。可愛くないですか？お尻の部分がね全部スケスケのレースになってるんです。これはねティーバッグじゃないんですけど、お尻の部分がね全部レースになっているので、パンツはあのティーバッグじゃない方が可愛いなと思ったので、このデザインもさ、ちょっとエロ可愛くないですか？なんかデザインもすごくシンプルで着やすいし、ちょっとねあのプラスエロさも入ってるような下着だったので、私はねこういう下着があの実はすごく好きなのでね、ちょっと喋りすぎて時間がねだいぶ長くなってきているので、サクサクと話していきます。続いてはリボンブラという名前の、こちらもかなりシンプルなデザインのブラジャーですね。これも綺麗な谷間を寄せてキープしてくれるタイプの下着です。名前がリボンブラって言うんですけど、この部分にあのリボンの形が見えるかなと思います。このねキープリボン構造がバストを左右からしっかりと寄せて綺麗な谷間をねメイクしてくれる下着です。であとこれはね動いててもしっかりとこう谷間をキープしてくれるタイプの下着です。タップもねこんな感じでかなりしっかりとホールド感の高いタイプの下着になってます。はい、というわけでせっかくなので、また同じような感じで今紹介した下着を、実際に着用してます。先ほど紹介したブラより、これかなりね着け心地がすごい一番楽かもしれない。ブラの上からこれ1枚しか着てないんですけど、このブラジャーのなんかこうレースだったりそういったものが見えないから、これかなりデイリー使いがあのしやすいデザインかもしれないですね。で、あとこのリボンブラのパンツも超シンプルでございます。もう本当にシンプル。これもというわけでこれが最後でございます。皆さんはナイトブラっていうものをねつけてますか？あのねパルフォージュにもナイトブラっていうものが出ていて、はい、というわけでこのデザインです。結構ナイトブラってデザインがちょっといまいちうーんっていうものが多かったりするんですけど、このパルファージュのナイトブラ全部がねレース素材になってて、このナイトブラのいいところは肌がね当たるこの内側のこの部分がめちゃくちゃね、このね肌触りがねとにかくいいです。つけ心地が本当にその分楽ですね。中にね入っているサポートシートってやつが、就寝中とかくつろぎタイムの時にバストをしっかりと包み込むように支えてくれて、脇流れをね防いでくれます。もう私がね基本ナイトブラをつけるときは、もう今日はずっと一日中家にいてもうくつろいでるなっていう時とかは、もう基本的にこういう楽ちんなナイトブラをつけてたりとか、あとはまあ寝るときにしっかりとリラックスした状態で寝たいので、こうやってナイトブラをねつけて寝ることが多いです。うん、私はねいつもこんな感じでオンの時とオフの時っていうね、こう2つに分かれてね、主にあの下着は使い分けてね、あのつけることが多いですね。やっぱり個人的にナイトブラっていうのは一つ持っておくとやっぱり便利かなと思います。はい、というわけで私の下着紹介は以上です。いかがだったでしょうか？こう下着を選ぶ上で本当に重要なのは、自分の体に合ったあのブラジャーをつけて、胸の形もねより綺麗に見えるし、やっぱりこう着心地の良さも本当に全然違うので、やっぱりこういう下着選びって本当にものすごくね私はね大事だなと、まあ、改めてね下着をこういろいろ趣味で集め始めてからねものすごく感じてます。実際にワコールの店頭ではしっかりフィッティングもできるし、サイズとかもあの調べることはできるので、自分の胸のねバストサイズとかもあの調べることはできるので、あとまあビューティーアドバイザーの方もいらっしゃるので、自分にぴったりの下着っていうのもねあの教えてくださったりもするので、まあ、いろいろ緊急事態宣言とかもねいろいろ落ち着いていて
行ける機会があれば皆さんもね一度でいいので行ってみてください。というわけで長くなってしまいましたが、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram をやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。